首位町田との一戦は最後まで目が離せない緊迫した展開に。結婚してくれ。はい。っていうのもできる。できるんですこれが。ゆうやとひろむの夏休みは最終回。今シーズン J リーグで旋風を巻き起こしている町田との一戦、本当に激しい戦いになりましたよね。はい、コンサドーレね、怪我人も出ましたが変わった選手が活躍してくれましたよね。はい、ではその試合振り返っていきましょう。8試合を残し残留ライン17位の湘南と勝ち点差は7。厳しい戦いが続くコンサドーレはアウェーに駆けつけた1500人のサポーターに後押しされ、首位を走る町田に挑みます。前半15分、ゴール前に攻め込まれますが、ここは守護神菅野がゴールを割らせません。25分、コンサドーレの反撃、近藤のパスに青木、町田のゴールキーパーに防がれます。首位を相手に失点は避けたいコンサドーレ、堅守速攻、相手の隙をついてくる町田の攻撃にはディフェンスリーダー岡村が体を張り、ピンチの芽を摘み取ります。しかしコンサドーレにアクシデント、チームの柱宮澤が後半6分に負傷交代。代わって入ったのは深井、364日ぶりにリーグ戦復帰を果たします。その深井が積極的にゴールを狙いますが、惜しくもクロスバーの上。36分にはボールをつないで途中出場の菅、リーグ最少失点の町田から得点を奪えません。0対0で迎えた試合終盤、ゴールを守り続ける守護神菅野が果敢なプレーで負傷、後半42分に無念の交代です。緊迫した場面でゴールマウスを託されたのは児玉潤。試合は0対0の終盤、プレッシャーのかかる時間帯で思いがけない J1 初出場となります。優勝争いを繰り広げる町田の猛攻、武器であるロングスローにも児玉が落ち着いて対応。さらに怪我をも恐れない積極的なプレーでコンサドーレのゴールマウスを死守します。最後のワンプレーかと思われたアディショナルタイム10分台、菅のブロックがハンドだと町田がアピール。ハンドなら相手に PK を与えてしまう大事な場面、 VAR の確認が入ります。判定はノーファール、命拾いしたコンサドーレ。0対0で試合終了。勝利とはなりませんでしたが、首位町田を相手にアウェーで価値ある引き分け。勝ち点1を積み上げ、J1 残留への逆転劇に望みをつなげました。今シーズン残り7試合、チーム一丸で勝利を目指せ。コンサドーレの熱き戦い、今日昼0時55分。
いや相手が首位でしたし苦しい戦いだったんですけどなんとか勝ち点1を取ることができてよかったですね、今と17位の湘南が足踏みをしているのでこの間に差を縮めていきましょう。はい、続いてはこちらです。ゆうやとひろむの夏休み出発。番組準レギュラーのコンサドーレ浅野選手と甘いマスクで女性人気が高い田中ひろむ選手のコンビが夏休みお出かけロケ。こんな大きいサイズどうやって忘れんの。いやとにかく序盤から大騒ぎで始まった企画、果たして今回は次はまた違う乗り物に挑戦したいなと思います。それがこちら、ちょっと変わった自転車ですね。そうなんです、札幌サトランドには面白い自転車が勢ぞろい。ちょっと変わった自転車も、いやさすがアスリートですよね。スイスイ乗りこなしてるんです。使いこなしてますね。そうなんですよ、そんな2人が乗り込んだのはこちらです。せーの、おお。じゃあちょっと行ってきますね。前も座れるように。あ、いいね。あ、これカップルいいかも。あ、なるほど。ちょ、操縦うまくして。あ、こういうのもできるんだ。めっちゃさ、ちゃんと操縦してます。いや、ほんまにね、今日は君に伝えたいことがあるんだ。何？結婚してくれ。はい。っていうのもできる。できるんです。止まって言ってほしいですよね。これに乗って、これに乗ってプロポーズしてください。見事プロポーズは成功ということで、続いてはこちらです。はい、こんにちは。お台がつながったこんな自転車もあるんですよ。遊びに来ていた越川照弘くん、八重ちゃん兄弟とスタッフの池松さんを巻き込んで出発です。せーの。あ、いいね。お、スロースタート。いい感じ。ナイリさん気をつけて。ナイリさん気をつけて。ちょっとカメラマンさん引かないように。おお。これ楽しそうですね。息ぴったりですね。あ、確かに。結構早くない。おお。あ、スピード出るんだ。いや、いいですね。あ、でもこれ楽しいかも。テルヒラ楽しい。楽しいです。やっぱ男同士で勝手汗かくっていいよな。はい。俺みたいにかっこいい男になれよ。はい、じゃあここで。本当フレンドリーですね。おー、早い早い早い。早いですね。いいね。スピード出しちゃう。スピード出しちゃう、うん、さあさあどんどん行って、どんどん行って。いけ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 。あれあれ、さあさあどんどん行って、どんどん行って。いけ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 。あれ、誰かブレーキかけたな。誰かブレーキかけてんな。あれ俺じゃない。俺、いけ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 。あ、一気に来た。あ、誰だ。結構すぐかけました。うん、テルヒロ焦げよ。おっつ。っしつこない。だいぶしつこいかもしれない。行きますよ。最後だ。じゃあ行きましょう。そうですね。はらーい。はい、はい、うん、レギュラー満タンで。これ楽しいかも。テルヒロ楽しかった。はい、楽しかったです。楽しかった、楽しかった、楽しかった。それ良かったね。さあ、体を動かした後は腹ごしらえ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。今日はいろんなとこ経験して行きましたね。最後、最後 BBQ です。うん、よっ。いや、夏ですね。いただきます。ね、食べてドガーンとちょうだいよ。あ、待って、マジうまいの。ちょっとマジうまい。うまっ。食事中も楽しいトークは続きます。はい、はい、ヒロムのモテエピソード引っ張るね、これは。何にもない。お前、バレンタイン何個もらいましたみたいな緩いやつじゃあかんで。そうですね、ここぞという。いや、なんだろう、欲しいですね。じゃあ3対3で合コンしますってなった時に3全員だってことあるっす。で、めちゃめちゃ先輩と言ってて、すごい、めちゃめちゃ気まずかったことあるっす。え、じゃあそれは
誰と行ったのかだけ教えて。あ、もう全然大学の時です。あ、知らん。どういう方が理想の方って。ギャル即答ですね。早かったですね。今すぐナイスプレー、それは攻めた。じゃ、これは本当にあのドギャル、嘘つけないです。ドギャルドがつくんですね。ドギャルで、金髪派手髪くるくる巻き、かき上げ系、こだわりがすごいですね。つけま、ビミュン、はい、こんぐらいギャル好きが判明したヒロム選手、初めてのテレビロケの感想はいかがでしたか。なんか本当一日いろいろ体験させてもらって、なんか本当に夏休み感じれたなっていうのがあったんで、すごい楽しかったです。ありがとうございます。やっぱり夏休みとかもう全然ないんで、こういうのできてちょっとリフレッシュになりましたね。はい、なんで次は冬休みでお会いしましょう。パパ楽しい。楽しいか。こういう楽しみ方もあるから。サッカー元日本代表も参加したスポーツクラブの交流イベントが行われました。多世代スポーツ交流イベント2024が、数々の J リーガーを輩出してきた 3S 札幌サッカースクールのホームグラウンドで行われました。イベントでは初参加を含む子どもたちが、元日本代表の木村和司さんや金田信俊さんたちとミニゲームをしたほか、キックターゲットなどでサッカーの魅力を体感していました。夏休みロケを満喫した浅野選手と田中博文選手のサイン入りドーレくん人形をお一人にプレゼントいたします。詳しい応募方法は番組公式 X をご覧ください。コンサドーレはこの後1時から大和ハウスプレミストドームで京都戦です。そして明日は宮の沢白い恋人サッカー場でサポーターズデーが行われます。私たちもお邪魔しちゃうんですよね。はい、そうなんです。私たちもお邪魔して選手の皆さんと一緒にトークショーを行います。今日の試合に勝って気持ちよく迎えましょう。それでは皆さん、明日は宮の沢でお会いしましょう。